はい、どうも、ヒアリセです。どうも、おかゆです。今日なんですけど、はい、この間発売されたばっかりの、はい、エアジョーダン4のブレッドリーイマジンボールなんですけれども、はい、こちらなんと、抽選でのね、販売の話が来ているということで、まだちょっと手に入れられてない方、はい、定価でね、手に入れる最後のチャンスかなということなので、はい、今日はそのあたりをね、見たいなと思うんですけども、はい、その他リグ情報がいくつかあるんですよね、はい。ニューバランスの新作で、うん、キスとのコラボであったりとか、うん、ジョーブレッシュグッズのコラボであったりとか出てきてて、うん、ちょっと気になる感じなんで紹介したいのと、うん、あと今後発売予定のジョーダンブランドの新作であったりとか、うん、あのナイキ SB ダンクローが、リストックされるんじゃないかっていう情報がまだ出てきているんで、なるほど、はい、それちょっとやりたいなと思ってるんですけど、はい、はい、このチャンネルではスニーカーファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いします。お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムやってますので概要欄の方にリンクのがありますので気になる方フォローのよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、ね、はい、ナイキダンクローの、ウィメンズになるんですけども、はい、ジョーカーですね。あ、そうなんですね。こちらはナイキの方からこの写真が出てきてまして、うん、発売が近いんじゃないかって言われてるんですけど、これ通称の名前がジョーカーって書いてるんで、うん、今ちょっと今映ってると思うんですけど、ジョーカーの写真と今回のナイキダンクローをこう並べてるんですけど、うん、本当にそのジョーカーの感じを、まあ、カラーリングで、ね、落とし込んでるナイキダンクローになってて、ウィメンズなんですよね。これちょっと面白いのが、はい、このシューレースのね、あ、そうですね、赤みがかかってるとこっていうのが、はい、この口のね、裂けてるところのイメージをなんか出してるのかなって感じがしますよね。なんかこのスレを表現してるかのようなシューレースになってますよね。うん、そうですよね、はい。で、使われてる素材っていうのは、これ、キャンバス素材とスエノフ素材が使われてるんですよ。うん、なるほど。はい。で、ウィメンズのモデルで、ジョーカーっていう通称の名前がついてる、うん、このモデルの方が今後出るということで、出てきてるんですけど。はい。はい。で続いてなんですけども、はい、ナイキ SB ダンクローの、クラシックグリーンなんですけども、はい、こちらは4月頃にリストックあるんじゃないかと、そうなんですよね、はい、昨日僕らの動画でナイキ SB ダンクローのシカゴが近いうちに EU のスニーカーズの方で、うん、確か4月だったと思うんですけど、リストック来るって話やってたんですよ、ね。はい、はい、しました。はい。で、EU のスニーカーズのリストックの情報っていうのは最近日本のスニーカーズの方にも当てはまることがあるんで、うん、EU の話を機能してたんですけど、はい、これに関しては、4月にこのクラシックグリーンありますよね。ナイキ SB ダンクローなんですけど、これがね、リストック来るっていう話は出てきているんですけど、うん、EU のスケートボードショップのみで、今のところリストックされるんじゃないかっていう話なんですよ。ああ、日本には来ないですね。スニーカーズっていう表記もなかったんですよ、ね。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。はい。ただまあ、一応最近ね、うん、ちょっとこの3つ並んでる写真見てもらいたいんですけど、はい、ナイキ SB ダンクローのコートパープルであったりとか、リストックの情報が出てきてて、まあ、海外の方でリストックされてるんですけど、ちゃんとね、このコートパープルも、日本のナイキ.comでリストック来たんですよね。あ、そうですね。そうなんですよ。はい。で、その流れで、まあ、昨日紹介されてもらったんですけど、まあ、シカゴであったりとか、今日このクラシックグリーンの話が出てきてるんで、もしかしたら日本の方にも来たら、まあ、面白いよなっていう話なんですけど。はい。ちなみにね、このナイキ SB ダンクローのクラシックグリーンっていうのは、ちょっと見てもらいたいんですけど、任意流通の方で、まあ、サイズによっては値段は変わるんですけど、大体3万から3万5千円ぐらいで取引されてるんですよね。あ、そうなんですね。結構上がってる、はい、そうなんです。定価で買うチャンスなんですけど、今のところね、EU の方でリストが来るんじゃないかっていう話があって、はい、まあ、日本の方にも、ね、来るんじゃないかなって僕思ってるんですけど、うん、はい。はい、で続いてなんですけど、ナイキエアマックスワンの、チリペッパーですね。これは夏発売予定ということで、そうなんですね。ナイキの方からこう写真が出てきまして、うん、エアマックスのちょっと見てもらいたいんですけど、うん、まあ、チリペッパーという通称の名前ついてて、ホワイトと、うん、エイジブブラックとメタリックシルバーとレッドのカラーで構成されてて、まあ、パッて見たら、まあ、分かると思うんですけど、うん、これナイキの愛が唐辛子になってるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。かかとであったりとか、うん、インソール部分見てもらうと、唐辛子が使われてて、通称の名前が、まあ、チリペッパーっていう名前ついてるんですけど、うん、まあ、去年に、エアマックスで、チリ 2.0 っていうモデルが発売されたんですけど、はい、はい、はい。まあ、それとはちょっとまたね、まあ、メタリックシルバーのカラーが使われてる、うん、この、チリペッパーって言われるエアマックスが、まあ、今後発売ということで、紹介されたんですけど、はい、で、ちょっと話それるんですけど、はい、チリペッパーといえば、まあ、レッドホットチリペッパーズのことを彷彿しますよね。そうですね。そうですね。まあ、そうなんですね。結構誘導してるんですけど。まあ、僕ら世代はそう。ああ、そうなの。めっちゃ好きでしたからね。はい。そんなレッチリがね、また日本来るんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです。はい。また東京ドームでライブするということで、これ大阪でらしいんですよね、うんうん、そうなんですよ。でね、今のところね、一番高い VIP の席が約13万円ぐらいでチケット出てたんですけど、うん、ちゃんと売り入れてるんですよね、うん、すげえな、すごいね、はい、でこれ過去の曲を、うん、まあ、ヒット曲だけを
まあそのね、全部やっていくっていう風な内容のライブらしいんで、はい、まあ僕らが好きなね、まあ、スカーティッシュやったりとか、うん、おさむやるんじゃないかなと思うんですけど、あのジョン・フルシャンテもね、はい、今いますからね。あ、そうなんですよね、はい、あのジョン・フルシャンテがまた戻ってきてからのレッチリって実は見たことないんで、うん、あ、そうです、ね、そうなんです。でもこれ東京オンリーらしくて、うん、はい、まあすごいなって思ったのが、まあ、単独で最近ね東京ドームでやるのって結構難しいんですよ。あ、そうなん。あ、そうなん。まあそのテイラースイフトとか結構すごいんで、うん、元も売れてるんで、うん、なんですけど、まあ、レッドホットチリペッパーズなんだかんだって言って結構日本来てて、うん、まあね、海外、あ、まあ日本の方でやっぱり根強く人気があるんだなってちょっと思ったって話なんですけど、うん、はい。まあ僕はあのね、あのレッチリレッチリって言ってますけど、はい、あの矢沢永吉さんは、はい、あのレッドホットって言うんですよ、ね、そうなんですね。はい、矢沢永吉さんがレッドホットチリペッパーズと共演者のイベントがあったんですけど、うん、その時になんかみんなレッチリって言ってるのに矢沢永吉さんだけレッドホットって言ったんですよね。うん、そう、新人って言ってたらしいってね、話がらしいんですよ。そんな話あります。あるんですよね。はい。で続いてなんですけど、ナイキエアフライト89のファイヤーレッドですね。これは今年発売予定ということで。そうなんですよね。まあ、いよいよこういったカラー来たかという話なんですけど、うん、というのも、シューシーとエアフライト89のコラボで、こういった、レッドのカラーが使われているモデルがあったんですけど、うん、まあ、E9 のモデルで、このファイヤーレッドって言われるモデルが発売されるということで、はい、まあ、このエアフライト89に関しては、結構ね、地味にコラボじゃなくて、いろんなカラーが去年であったりとか、またこの進化で発売されるんだなっていう感じなんですけど。はい、で続いてなんですけども、アウェイクニューヨークと、ジョーダンエアシップの PE、はい、ゲームロイヤルの話題ですかね。あ、そうですね、はいはい、これね発売だいぶ先なんですよね。10月の16日というとだいぶ先ですね。そうなんですよ。半年以上先に、あのレッドのカラーに関してはちょっと見てもらいたいんですけど、うん、来月の3月の9日と3月の13日に発売予定なんですけど、うん、ずっと紹介してたブルーのカラーに関しては10月の16日に発売されるということで出てきてまして、はいはい、結構先なんですよね。これかっこいいですかね。かっこいいっすよね。はい、なんか思ってたよりもこのシワがだいぶきつい感じがありますよね。はい、まあ、このね、吐き口のあたりのメイクスキンが使われてる部分がブルーになって、うん、まあ、レッドに関しては他にアパレルが一緒に発売されるということで最近やってたんですけど、そうそう、それでね、はい、あのこのレッドの部分のこの蛇柄のところを模倣した、はい、まあ、あのスタジャンって言ったらいいですかね。そうなんですよ、ね、出てましたよね、はい、バーシージャケットあったんですけど、うん、あれめっちゃ高いんですよね。そうですね、確か20万円以上したと思うんですけど、あれやっぱり赤色やったんで、はい、今回この青のやつが遅れて半年後に出る頃には、はい、アパレルも青で出てきたりするかもしれないですよね。そうなんですよ、うん、はい、まあ、10月の16日なんでめっちゃ先やなっていうのと、そうですね、そうなんですよね、はい、まあ、10月16日なんで、まあ、今後また何か出てくると思うんですけど、一定にかけて上出てくると思うんですけど、うん、はい、続いてなんですが、トラビス・コットと、はい、ジョーダン・ジャンプマン・ジャックセイルですね、続報が出てきてるんですかね、はい、3月の5日発売予定です。そうなんですよね、はい、これしかも海外の、スニーカーニュースの方がですね、一応スニーカーズっていうふうに書いてたんで、え、そうなの、はい、3月の5日にスニーカーズで発売されるんじゃないかということで紹介してて、うん、まあ、これに関してはね、今月なんですけど、トラビス・スコットのサイトで急遽、まあ、ゲリラ発売されてすぐなくなったんですよね、うん、え、でもこれ3月ですけど、もうあと1週間ぐらい。そうなんですよね、はい、3月5日なんで、まあ、アメリカのスニーカーズとかをさっきチェックしてたんですけど、うん、まだ発売の情報が出てきなかったんですよね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。3月5日でもう本当すぐですよね。そうですよね、はい、まあ、気になるのが日本の発売があるかどうかなんですけど、うん、はい、もし日本のね発売出てきたら、あの氷の発売もあるのかどうかもちょっと気になりますよね。ああ、そうですね、そうなんですよ、ね、はい、まあ、このセイルのカラーが発売された後に次はユニバーシティレッドのカラーが使われている数種の部分がモデルが次発売されるんですけど、それが確かに4月なんですよ、ね、そうなんですよ、はい、まあ、1ヶ月おきにトラビス・スコットとジョーダンブランドの、まあ、コラボの新作がね発売されるんですけど、はい、余談なんですけど5月にウィーメンズのモデルでエアジョーダン・ワローのモジーとトラビス・スコットのコラボのカナリーっていうモデルがあるんですけど、それも発売が出るんですよね、はい、そうなんですよね、はい、まあ、あれについては20万足ぐらい作ってるって話があるんですけど、ほんまかどうかわかんないですけど、はい、エアジョーダン3の、クワイ54の、はいはい、2024年度バージョンと、ね、あ、そうですね、はい、
まあ、これが夏に発売されるんじゃないかということで、以前かかとだけのモック画像のようなものを紹介したんですけど、全体がわかるようなソウルレッドリバーが作ってるモック画像はできない、ちょっと見てもらえないですけど、ゲームロイヤルのカードが使われてるんですよね。ああ、そうです。そうなんですよね。はい、まあ、こちらの方が夏頃リリースされるんじゃないかということで紹介されて、まあ、クワイ54っていうのは、まあ、ナイキが主催してる、まあ、パリで行われるストリートバスケの、まあ、大会なんですけど、まあ、それに合わせて、そのクワイ54の名前が入ってるナイキの新作であったりとか、ジョーダンブランドの新作が毎年出るんですけど、まあ、エアジョーダン3で発売されるということで、新たなモック画像が出てきてたんで、紹介されてもらったっていう感じなんですけど。はい。はい。はい、続いてなんですけども、はい、キストニューバランスの 1906R クリームですね。そうですね。これが春頃ということで。はい、はい、そうなんです。これね、以前にも持ってらっしゃる方の投稿をやらせてもらったんですけど、また新たに持ってらっしゃる方の投稿が出てきてて、はい、ね、ちょっとこれ欲しいなと思うんですけど、まあ、キストニューバランスのコラボで手に入れる難しいじゃないですか。まあ、そうです、ね。まずこの辺にお店がないんでね。まあね。そうなんですよね。はい、直接行って買うこともできないんですけど、僕らがずっと気になってる、まだ買ってないんですけど、1906R と、キスのコラボで、まあ、クリームのカラーが全体的にこのメッシュの部分とかに使われてて、でシルバーであったりとか、かかとの部分見てもらうと薄いブルーのカラーが使われてて、あとサイドソールの一部に薄い茶色のようなカラーが使われてるんですけど、はい、全体的にちょっと柔らかいトーンのねカラーが使われてるこのキスとのコラボすごくいいなと思ったんで、ちょっと欲しいなと思うんですけど、まあ、手に入れる難しいのかなっていうのと、あと、ニューズの方で多分出てきても結構な値段になってそうだなって気がするんですよね。はい、なんかところどころね、このメタリックシルバーがね、はい、使われてるっていうのもアクセントになってていい感じですよね。ですよね。はい、でね、これシューターの部分ちょっとね分かりにくいと思うんですけど、よく見るとシューターの部分のタンタグにキスって書いてる、その下にちっちゃく NB って書いてるんですよね。ああ、そうですね。そうなんですよ。はい、まあ、こちらの方がおそらくこの春中に発売されるのかなって思ってるんですけど、はい、まあ、出てきてまして、 1906R に関しては一つも持ってないんですけど、最近多いっすよね、コラボであったりとかね。そうね、はい、昨日もインラインの1906で、2足紹介してるんですけど、はい、で他にもローファーとね、こうドッキングしたような 1906R、はい、1906L って言うんですけど、まあ、それも紹介してて、今年ニューバランスは1906を割と押してるようなという感じですよ。ああ、そうかもしれないですね。はい。はい、で続いてなんですけど、ちょっとチラ見せな感じなんですけども、ね、ジョーフレッシュグッズとニューバランスの線ですね。はいはい、あ、そうなんですよ。最近ニューバランスの線やってるんですよね。多いですね。そうなんですよ。ネタがよく出てくるというかね。はい。エアマックス97にすごく似てるような、このニューバランスの線で、まあ、1998年、1999年に出てきたこの一足なんですけど、今回、ジョーフレッシュグッズ、シカゴのね、ジョーフレッシュグッズとのコラボで、これでバーガンディのカラーが使われているのが出てきてて、で、まあ、ところどころ、ジョーフレッシュグッズの JFG っていうね文字が、まあ、インソールであったりとか、使われてるね、このチラ見せの、まあ、写真が出てきてるんですけど、はい、先ほどね 1906R の話してたんですけど、ニューバランス今年ね戦後してそうな感じなんですよね。なるほど。はい、はい、まああれですね、このバーガンディカラーなんですけども、はい、なんかメタリックもねちょっと入ったようなカラーリングで、なんかかっこいいなという感じですよね。はい、もともとね、インラインのコラボでないモデルで、今年発売予定のニューバランスの線に関しては、ね、先ほど言ったんですけど、エアマックス97のあのシルバーのね、感じで来るのが急があるんで、まあ、そのカラーにちょっとバーガーニーのようなカラー出したような感じですかね。そうですね。見えるんですけど、はい。続いてなんですけど、はい、ミスフィッツレップとニューバランスの、これ 0.01 つ目ですか。はい。こちらの方が、以前ね、ホワイトとブラックのカラーが使われてる、このニューバランスとミスフィッツレップのコラボが発売してるんですけど、それの今回スウェードとメッシュのバージョンでグレーのねニューモデルが発売されておりできてるんですけど、グレーかっこいいですね。はい、ちなみにミスフィッツレップっていうのは、まあ、ヒラレスの知ってる僕らの好きなウィル・スミスの息子であるね、ジェイデン・スミスとかがやってるブランドなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。ジェイデン・スミス、まあ、歌手としても俳優としてもちゃんと成功してるんですけど、まあ幅広く知られてる作品で言うと、やっぱりジャッキー・チェンとやったあれですかね、ベストキットのイメージですよね。はい、まあ、あの時はすごくまだね、ジェイデン・スミスのすごく子供だったんですけど、はい、まあ、そのミスフィッツレップとニューバランスのコラボ 0.01 の、まあ、新作が出てきて、まあ、大体これに関しては、まあ、ニューバランスの550であったりとか、報復させてないんだって
ってて、で前回の、ホワイトのカラー同様、サイドソールの部分が途中でこう分かれてるんですよね、割れて。なんか珍しいデザインですよね。あ、そうなんですよ。はい。で、ちょっとヴィンテージ加工されてるような感じなんですけど、僕ちょっとこれいいなと思ったん で、うん、で、前回このミスフィッツレッドと、言いにくいですよね、これね。はい。ニューバランスのコラボ、確かアトモスさんの方でも発売されたと思うんで、うん、これもね、発売来るんじゃないかなと思ってるんですけど。これ結構サイドソールのこの汚れの加工って言ったんですかね。はい、結構あれですよね。きつめに入ってますよね。はい。まあ本当にちょっとヴィンテージ加工じゃないですけど、うん、経年経過感じるような、まあ有造加工になってますよ。最近ニューバランス多いですよね。多いっすね。なんかイギリスもね。僕もこの間ね。買いましたもんね。はい。ニューバランスのワープトランナー、マグネットの方ね、買ったんですけど、はい、もうすでにね、結構入ってましたよね。はい。シューレース結構きつめにしましたね。あ、そうなんですか。はい。かっこいいなと思いました。はい、はい。でですね、最近まだ買ったものの話に なっちゃうんですけども、ね、はい。こちらでございます。開封の儀ちょっとね、はい。挟んじゃいましょうかね。これでございます。アンディフィーテッドとデアテラクマラのコラボのカーゴカーキ、ね、うんうん。はい。これね、あ、ちょっとね、こんな感じでございます。これちょっとグリーンなんで透けちゃってるかもしれないです、ね。もしかしたら、このグリーンのオフにするかもしれないですね。あ、はい、はい。で、横ね、ここから見ていただいたアンディフィーテッドさんのロゴ入ってますよ、はい、と。いうことで、まあ、裏側はこんな感じですね。はいはいはい。はい、ちょっと開けてみましょうか。結構出ますよね。デザインそこにも何か入ってるんですね。あ、はい。プレイダーティーと入ってまして、はい、これスニーカーにね、デザイン入ってるんですか、うん。で、中の紙がこんな感じです。はい。開けてみますと、こんな感じです。これね、かっこいいんですよ。はい、ちょっと、2足とも出しますね。はい、こちらでございます。これね、はい、なかなかかっこいいですよ。このかっこよさ伝わるかな。はい、サイドのとこからね、見てもらったらわかると思うんですけど、これわかります？結構ね、このスウェードの部分、結構毛足が長いというか、摩耗してるような雰囲気さえも、はい、これピンと合ってるかな、かっこいいですね、うん、感じになってるんですよね。で、このここのね、緑の部分についていくと、若干リフレクトというか光反射するような ね、素材感になってると。それがね、エアテラフマラでついてるんですよ。あ、まあまあそうですね。あ、そうなんですよ。はい、うん。でですね、ここにね、先ほど箱の中に書いてあったプレイという文字が入っているのと、はい、この反対側にですね、ダーティーと書いてるんですね。はい。いう感じでね、入っておりまして。はい、で、まあ、特徴的なところを言いますとですね、はい、ここですね、やっぱりね。ですね。はい、わかります？このイボイボ、スパイクみたいになってんの。トゲトゲグになってるんですよ、ね、はい、はい。なかなかね、かっこいいですよ。はい。はい。で、まあ、サイドソールについて言えば、このね、ペイントをね、はい、巻き散らしたようなスプラッシュカラーって言ったらいいですかね、はい、が入ってるというところで、このあたりもね、なかなかかっこいいポイントかな、というところなんですよね。で、まあ、裏側もこんな感じで。はい、本当にペイントをね、巻き散らしたのデザインになっております と、ね、はい、それかっこいいんですよ、ね、うん、はい、でつま先のねところ見ていただいても、こういうね、はいはいはい、ちゃんと角が入ってると。はい、かかとと同じようなスパイクがちょっとね入ってるんですよね。で、はい、まあ、これ今シューレースね、デフォートでついてるのはこういったカラー、グレーっぽいカラー、はい、まあグリーンのようなグレーのようなカラーにはなってるんですけども、はい、実はですね、もう一つシューレースついてまして、はい、このシューレースがまた格好いいんですね。これ見てください、わかりますか、グリーンに実は先ほどのペイントをね、はい、ホトコースターかのようなスプラッシュペイントが入ったようなドット柄のシューレースになっているということで、これもまあかっこいいなというところですね。それ通すのいいっすね。僕これにしようと思って貼った時、はい、あと集団の部分よく見ると、はい、ディフィートでマーク入ってるんですね。あ、そうです、そうです、ここですね、はい、オレンジ色の、はい、 HH って入ってますね、はい、いやー、なかなかいい買い物できたなということで、まあ出てすぐに飛びついちゃったんですけども、これスニーカーズの方ではね、はい、発売が今のところ来てないということ で、ね、はい、もう本当にあの時サイトでしか買えなかった一品ということ で、はい、まあ買えてよかったというような感じですね。これ、はい、ね、もう見ていただいたらわかるように、まあ、チノパンだったりとか軍パンだったりとか、絶対合いますね。合いますよね、はい、最初に出てきてた、うん、キービジュアルのようなものは、うん、ブデニム色落ちしてるものに合わせました、ね、あ、そうなんですね、やったんですよ、はい、なんかちょっとかっこいい一足が書いて、今月ね、僕欲しいもん結構書いてるんですよ、ね、書いてますよね、ブレッドも買いましたし、はい、ニューバランスの先ほどの、はい、ワープトランナーも買いましたし、そうなんです、ね、でこっちのね、はい、アンディフィーテッドさんとのコラボのフマラも買えたと、そうですよね、いうことで、もう今月はもう
納得の2月だったという感じですね。全部書いたらしんどいなっていうふうに言ってたんですけど、でも結局買っちゃったね。ちゃんと定価で書いてるんで、ね、そうだね、それがいいんですよね。そうなんですよ、はい、ちなみにね、はい、1998年と1999年に100万履いてて、はいはい、ビームスで買ったんですよ、うん、はい、その時のデザインっていうのは先ほどサイドの部分にダーティーとプレイって書いてる部分ありましたよね。ありましたね、このサイドね。確かにナイキってなってたんですよ。あ、そうなんや。そうなんですよ、うん、はい、まあ、それ見てちょっとね、はい、僕もあの時あの30分間眺めずにね、あの発売された時に、うん、ちゃんと決断しとけばよかったなってちょっと思いました。今もう完売してますからね。完売しているんですよね。リストック来てないんですよね。そういうね。そうなんですよね。はい。はい。はい、では今日の本題に入りましょうか、ね。そう、ね、エアージョーダン4のブレッドリー、今もう発売されてね、10日以上経ってるんですけども、そうですね、まだまだ話題が続いてるというところなんですかね。はい、2月の17日に発売されて、うん、まあ、スニーカーズの方でやったりとか、氷のね、はい、抽選に参加して、僕は全敗やったんですよね。そうでしたね。はい、でフィアレスは運よくスニーカーズで、まあ、買えてっていう感じだったんですよね。まあ、その他にもね、抽選いろいろと応募してたんですけども、全て外れた。あ、そうなんですよ、ね。スニーカーズでなんとか買えたという状況なんですよ。はい、で、僕はもう我慢できなくて、うん、すぐに2ずつに出品されてるやつを買ったんですよね。そうなんですよ、ね、はい、じゃあ運が良かったのか分かんないですけど、うん、その後2ずつの方でぐん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 あれ値段上がってきたんですよね。まあ、週末だったらね、やっぱり買う方が増えてきたりとかもするので、はい、出品、まあ、はい、出品数もね結構多かったんで、そんなに値段が急に上がることないかなと思ってたら、うん、僕が買った時より今6000以上つい上がってるんですよね。あ、そうなんやったとは思うんです。まあ、じゃあ早めに書いてよかったですね。あ、そうなんです。だいたい4万もう今超えてると思うんですけど、うん、27.5 に関しては、はい、でそんなねエアジョーダン4のブレッド、うん、まあ定価で買える最後のチャンスと言いますか、まあ、今回ね手に入れられてない方、はい、まだ買うチャンスありますよと、はい、いうことなんですよね、はいはい、ちょっとね紹介させてもらいたいんですけど、うん、国内のユナイテッドアローズの方で、うん、3月の1日から3月の3日までの2日間の間、うん、これね抽選発売するらしいんですよ、ね、あ、そうなんですね、はい、ちなみにねパッて見たらサイズがね29センチまであったんで、うん、まあ、30センチの方はちょっと今回あれ用意されてない感じなんですよね。あ、そうなんですね、はい、でねただねこれね今回気をつけないといけないことが一つだけあるんですけど、はい、ユナイテッドアローズの方で、オンラインおよび、うん、まあ、店頭の方でね、うん、まあ、この1年以内に買い物された方のみっていうね、条件になってるんですよ。あ、そうなんや。はい。ユナイテッドアローズの会員があるんですけど、うん、それに、ちゃんと登録してて、で、1年以内に、かつ買い物してる方がっていうふうに書いてましたね。じゃあ、まだなんか買い物間に合うんですか？あ、そうなんですよ。2月の29日までに買い物してたら、権利あるみたいなんですよね、これ。そうなんですね。またギリ間に合うと。はい。なんで、もし今回、まあ、ユナイテッドアローズの方で、会員登録もしてなくて、あの、買い物もしてないという方はですね、まあ、会員登録して、何か2月29日までに買えば、2月の29日までっていう書いてたんで、なるほど、なるほど。あ、その、ここに買い物した期間の設定設けてる日にちはそれやったんで、うん、まあ、何か買ったら、まあ、そのね、条件満たすのかなっていう感じなんですけど。でも、なんか、あれですね、最近だと珍しいですね。なんか、発売されてから、他の小売さんでまた発売の話出てる。ああ、そうですね。最近ね、そういうの少なかったですね。そうなんですよ。はい、あの、2019年、20年ぐらいまでは割かしそういうのも多くて、ね、はい、なんで、ストック数がね、もともと多く作られてるスニーカーっていうのは、その後、小売さんでもパラパラとね、ありましたね、発売日バラバラ出てくることあったんですけど、はい、ここのところ少なかったんですけど、今回はね、はい、やっぱ数が多いせいなんでしょうか、出てきてるみたいですね。あの、アローズさんでたまに、スニーカーズで発売された日程より、だいぶ遅れて発売することってあるんですよね。ありますね。はい、なんで、まあ、今回そのパターンかなっていう感じなんですけど、はい、まあ、僕らもね、変えているんで、まあ、これ見られている方で、うん、まあ、条件満たす方はね、うん、まあ、あの欲しいなと思われる方は、うん、僕らの YouTube の、概要欄の方に、うん、今回、このユナイテッドアローズさんの説明が書いているインスタグラムの、うん、いわゆる貼っときますんで、うん、また見てもらいたいなと思ってるんですけど、はい、という動画でもさせてもらってるんですけど、うん、先ほどフィアレスが言ったこれ数多いんじゃないかっていう話で、うん、まあ、過去にもやってるんですけど、US のスニーカーズの方で、このエアジョーダン4のブレッドのリーマジンが発売された時って、はい、2月の17日の発売の時は、約39万足が発売されて、うん、で、その事前に、ゲリラで発売されたストック数っていうのは19万足ぐらいあったんで、うん、約なんですけど、US のスニーカーズの方では、
58万足ね売られたんじゃないかという話なんですよ、US のしかもスニーカーズだけの話ですね。そうなんですよね、めっちゃ多いんですよね。多いですね、はい、ただね、そんなね US のスニーカーズの方でかなりの数が発売されたのにもかかわらず、うん、一時期これねアメリカの二流通の方では300ドル割ってたんですよね、二流通の値段が。あ、そうなん、割ってたんですけど最近の日本のアフターマーケット同様また盛り返してきてるんですよね、値段が上がっていってるんですよ。そうなんですよ、ね、買い集めてる人いるんですかね。いるんですかね、わかんない。まああと手に届いた時にすごくいいなと思ってもう一度欲しいって言い方もいると思うんですよ、ね、ああそういうことだと思うんですけど、僕今月はそんなに言うな。ああそうですよね、はい、あのアメリカ、まあ、海外のニュースの方でも、うん、一旦300ドル割ってたのが盛り返して300ドルまだ超えて、うん、値段が上がっていってるらしいんで、あそうなんで、はい、かなり数が多かったんで、そういう時ってそんなに値段がすごく上がることっていうのが短期間でないんですけど、うんうん、これに関してはちょっとね話が違うんですよね。なんかねすごいね、すごいんですよねこれね。まあそんなエアジョーダン4のブレッドに関してはこれ見てもらいたいんですけど、まあ去年発売されたエアジョーダン4の、うん、SB とのコラボのパイングリーンのね、まあ、モデルにすごく寄せて作られてるんですよね。そうなんですよね、まあ、でそのすごく寄せて作られてる形で言うと、まあ、先ほど紹介してもらったブレッドもそうなんですけど、4月の27日もしくは5月の11日発売予定になってるエアジョーダン4のミリタリーブルーもその形で作られてるんじゃないかって言われてるんですよね。でこのねミリタリーブルーに関しては1989年の OG のモデルの復刻で、2010年に復刻してるんですけど、かかとの部分がジャンプマンロゴになってて、ナイキエアになってないんですよね。かかとの部分がナイキエアになっての復刻なんで、まあ結構これね、ファンの方はすごく欲しいんじゃないかなと思ったりするんですけど。もう僕、はい、今年はとこれ買えたら、ね、そうなんですよね、ございます、はいはい。僕もこれめっちゃ欲しいんで、うん、できればね、もう2ユースの方でブレッドとか買って、うん、少し高めに買っちゃってるじゃないですか、まあ、定価よりはね、うん。なんで定価で、これぜひとも買いたいなと思ってるんですけど。またあれですかね、限定アクセスとかあった時に、なんかブレッドが前回買えてない人とか、なんかそんなのあるかもしれないですね、うん、はい。で、このエアジョーダン4のミニタリーブルーに関しては、うん、フルファミリーサイズでリリースされるんで、数がもしかしたら多いんじゃないかっていう話もあるんですよね。なるほど、はい、ただねまだ事前のリークで、ストック数っていうのは出てきてないんで、うん、まあこれねストック数これぐらいで、うん、まあ全世界でこれぐらい生産されてるんじゃないかっていう情報が出てきたら、うん、必ずこちらのね動画をやりたいなと思っているんで、はい、はい、また今後情報出てきましたら、はい、こちら紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヘアレスでした。はい、でした。さよなら。I'm sorry but it's evident you're on your phone 24/7, no reply when I ticked at 10 past 11, and I swear you only tell me what I wanna hear, the real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here, honestly right now I don't really see no love in here, but I saw something in you, something in us, but I can't see a future without the trust, so I'm reminiscing visions I had about